こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、ボンビューで制作中のデニムのカバーを着まして、リーバイスのセカンド、セントジェームスのウエストの中に着て、ベルナルザンスのフルパンツを履いたスタイリングになっています。今回はちょっとお知らせがございます。こちらのデニムのカバーオールなんですけども、 YouTube でも入荷日のお知らせをしてたかもしれませんし、大まかな、あと店頭で聞かれた際もお答えをしてたんですけども、ちょっと今工場がめちゃくちゃ混んでるらしくて、日本の工場なんですけども、ものすごく混雑をしているようで、おそらく入荷が夏か秋、夏でも結構後ろの方の晩夏ぐらいになるかなと、でもしかすると秋に入ってくるかなみたいな連絡を取引先の方からいただいておりまして、ちょっと入荷がだいぶ遅くなりそうですので、まあ、ちょっと気長にお待ちいただければなと思っております。ちょっと楽しみにされている方もいらっしゃると思いますが、ちょっとお待ちいただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、私が行っておりますインスタグラム3月度ですね、一番いいねが少なかったスタイリングと 一番いいねが多かったスタイリング、それぞれご紹介をさせていただきたいと思います。今回はですね、一番いいねがまず多かったスタイリングがこちらになります。詳細を簡単にお伝えさせていただきますと、アメリカ軍の M43 ですね、フィールドジャケットを着まして、中にグレーのオルテガベストで、セントジェームスのウエストンのシールエクリューとネイビーのボーダーを着て、ラコステをインナーに着ております。でパンツがリーバイスのピケパンツ、オフホワイトですね。で同じくオフホワイトのソックスを履いて、で GH バスのローファーを履いたスタイリングになっております。ブラックのローファーですね、珍しくブラックを履いてますね。まあこれが一番いいねが多かったスタイリングになりました。割とオーソドックスなというか、まあクリーンなスタイリングになるんですけども、ミリタリーフィールドジャケットって、まあとても基本的にはこうラギットで男臭いアイテムだと思うんですけども、まあそれをこう極力消していくというか、まあ、弱めていくためのスタイリングをした感覚です。なのでインナーの、まあ、セントジェームスウエストンもそうですし、リーバイスのパンツもそうなんですけども、色をやはりこうクリーンでこう綺麗な色、こうオフ白っぽい全体的にこうクリーンな色にしたっていうところが、このコーディネートを組んだ時の一番のポイントかなと思っています。こうジーンズに合わせたりすることも結構あるフィールドジャケットではあるんですけども、そうするとやっぱりラギット寄りになってきますし、まあもっとこう太いシルエットのパンツにするとそれもラギット寄りになるんですけども、その色をクリーンにまとめた、そしてパンツもちょっと細めのテーパードを効いたパンツにしているっていうところが、このスタイリングを組む時のまあ一番のポイントだったかなと。こうまあたまたまその日の気分としてこうクリーンでいきたいなっていう、まあ綺麗に見えるようなスタイリングにしたいなっていうところで組んだ感じになります。まあなんでそれがこうおそらく見ていただいた皆様にも伝わって、こういいねが多かったのかなという感じがしています。あとはまあポイントとして、今回こう黒の靴、ブラックのローファーを合わせてるんですけども、もちろんこれ茶色でも成立はするんですが、なんとなくなんですけども、そのアメリカ軍のフィールドジャケットってこうオリーブグリーンなんですけども、ミリタリーグリーンですが、まあ古着だとどうしてもこう退色していて、どちらかというとこうパキッとした色よりは少しこうぼんやりした色なんですよね。でそれに対してオフホワイトっていう、それもどちらかというとこうパキッとしていない色で、なんとなくこうぼやーっとした色の中に、セントジェームスのネイビーのボーダーがこうパキッと入ってると思うんですよね。でまあそのなんかこうぼやーっとした中にネイビーのこう強い色の上半身とパンツの組み合わせに対して、茶色を持ってくるとこのネイビーのボーダーだけが目立ちすぎてしまう、パキッとしすぎてしまうなっていうところで、靴も表側のブラックにすることによってこうメリハリを強めたというか、そのネイビーとちょっとこうリンクさせたっていうところが、まあこのスタイリングのポイントかなという感じがしています。それ以外使ってるアイテムっていうのは、おそらくこう皆さんもお持ちのアイテムが多いんじゃないかなと。まあオルテガベストはお持ちじゃないかと思います。
いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、この場合もなくても成立すると思うんですけど、そういう意味ではどなたでも挑戦できるスタイリングかなと思っておりますので、まあ、ぜひ皆さんもこう取り入れていただければなと思っております。とても綺麗にまとまったスタイリングかなと思っております。意図的にっていうところで言いますと、ソックスとパンツの色を揃えていまして、真っ白にすることも考えたんですけども、まあ、どちらかというと色を揃えて、まあ、ちょっとこうつながるような、あの流れるようなスタイリングにしたかった。あとは先ほども言いましたが、そのネイビーのボーダーのラインと黒のローファーっていうところのこうメリハリを、まあ、より際立たせるためには白のソックスを持ってくると、まあ、そこもパキッとしてしまうので、まあ、そうじゃないな、ちょっとこうつなげる感じがいいなと思って、かなりこう色のトーンの近いぼやっとした色のソックスをチョイスしたっていうところもポイントかなと思っております。続きまして、いいねが少なかったスタイリングがこちらになります。これはですね、詳細をお伝えしますと、イギリス製の、まあ、謎のナイロンパーカーですね、メーカー不明のナイロンパーカー、コーギーのニットベストを中に着て、その中に JC ペニーのシャンブレーのシャツで、 US ネイビーのデニムパンツにグリカサンダルブラックですねを履いたスタイリングですね。予想はしてました、予想はしてたというか、まあいいね少ないだろうなってなんとなく思ってはいたんですけども、当然のように少なかったです。一番ですが、改めてこう見ても結構好きですね。また別の回でお伝えしますが、3月の好き、自分自身が好きだったスタイリングでも紹介しようかどうか悩んだんですけども、まあここで紹介をした、お話をした方がいいなと思って、あのそこでは選ばなかったんですが、かなり個人的にはいい感じでまとまったなって勝手に思ってました。まずはウールのベストなんですけども、そのウールのベストのその質感、まあ、ウールのこう毛羽立のある質感に対して、ナイロンのパーカーのシャカシャカのツヤ感のある質感とのそのギャップ、なんかそこのメリハリもとてもいいですし、ニットベストのこうラインが3本入ってるんですが、その3本入ったラインと袖のラインだったり、あとはそのジップのフロントジップの横に入ってるこうテープの白のラインだったりで、意図的にセーラーパンツのサイドシームがないモデル、巻きパンツなんですけども、そのシームのない感じなんで、こう胸のライン、袖のラインシームレスみたいな、なんかそのラインの使い方みたいなところもとてもこう面白いなと自分では勝手に思っていたり、あとはこのセーラーパンツのちょっとこうフレアしてるシルエットと上半身のこう縦長な印象だったり、なんかそのあたりのバランスというかボリューム感の取り方、ラインのつなげ方、質感のつながり方みたいなところを全てにおいて結構好きだなと個人的には思っていましたが、やっぱりなかなかおそらく説明をすると、ああなるほどそういうことを考えてたんだなっていうふうに思っていただける方もいらっしゃるかもしれないですけども、当然こう写真だけでは伝わりづらい部分、まあこうお話をしてもなんだそれって思われる方も多分たくさんいらっしゃると思うので、まあそのあたりはもう本当に自己満足でしかないんですけども、まあそういうことを考えながら組んだスタイリングになっています。なんとなくですけども自分の中では結構好きなスタイリング、まああともう一つ考えたのは、まあナイロンパーカーって、まあ多分これイギリスという国がどっかの機関にこう支給をしてるあのナイロンパーカーだと思うんですけど、なんでこう雨が降る時用ですよとか、まあ海ので作業する時用ですよみたいな感じで多分支給されてるんだと思うんですけども、まあ雨にしても海にしてもこう水みたいなところがキーになってくると思うんですが、まあそれに対してセーラーパンツっていう、まあその海軍のパンツっていうところもなんかこうつながりとしてはとても面白いなと思っていたんですが、まあなかなかやっぱり伝わりづらいスタイリングだったかなという感じがしていますが、まあ、私自身はとても好きなスタイリングでした。まあ、そんなことを考えながら組んだスタイリングになっております。あの3月とはこんな感じになりました。また4月ですね、あの集計しまして、こちらで紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思っております。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。